ねえねえ、僕たちのクラスの名前見た？ファッションハートだってある意味当たっていて、ある意味外れと言えるかな。そう？今のルイなら当たってるって言っても大丈夫だと思うけどね。こんにちは。花里みのりです。上白さん、みずきちゃん、1年間よろしくお願いします。最初に名前があるからそこしか見てなかったよ。いいな、名前見つけやすくて。私、自分の名前にたどり着くまでが長くてすごくそわそわしちゃうから。なるほど。僕も比較的名前を見つけやすい名字だから楽でいいなとしか思っていなかったな。そもそも昔はクラスが変わったところで何かが変わるわけでもなかったしね。だけど。レンの言う通りかも。知り合いの名前見つけたらさっきみたいにきっと大はしゃぎしてただろうから。これはここでしかできなかった発見かもしれないね。うん。